松風園は福岡市中央区にある茶室と日本庭園から構成される公園である。完成な住宅地に残る貴重な緑地である。福岡銀行東取の社宅を田中丸前八が1950年に改築して移り住んだ松風層の敷地を再整備したものである。京都のす屋大工臼井海一郎によって1952年に建てられた広間と茶室。 小風庵が園内に保存されている。茶室の間取りは、受講院のマスドコの関や武者の工事千家の半方庵と共通しており、京都から材料を取り寄せて作ったものである。茶室の妻には、松永美,美庵の額が掲げられている。日本庭園は、駿河湾と富士山をイメージしたものであり、樹齢100年を超える、色ろモミジの木のほか、織部灯籠やかすが灯籠、 椅子が万字型に配置されたあずま屋などが点在している。全8は1973年に没したが、以降も家族が住んでいた。1979年に、福岡で開催された第15回日米市長及び、商工会議所回答会議では公式接待の場として、活用された。その後当地へのマンション建設計画の浮上を機に、1997年12月に、 地域住民によって市に対し、小風層の買収、整備、有効利用の請願が提出された。翌1998年に請願が採択され、福岡市が2000年度から2002年度にかけて、用地を、買収、2005年度から2006年度にかけて、公園としての整備を行い、新たには室などが増築された。2007年7月1日に、福岡市文化交流公園、 小風園として開園し、茶道体験や、庭園鑑賞の場として活用されている。AB 大岡大輔、市民の記憶と文化継承の場小風園。西日本文化432、12から16、中村正雄。小風園、宮殿中丸家茶室。同門424、12から13、AB 小風園福岡、博多の観光情報が満載。 福岡市公式シティガイドよカナビ2021年3月7日、閲覧。ありがとうございます。